おはようございます。ただいまの出席議員数は13名です。定速に達しております。ただいまから平成28年度3月定例会議を再開します。なお本定例会議の会議期間は会議日程のとおり本日から3月6日までとします。また本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。諸般の報告をします。はじめに当庁議会より提出しました平成29年度国・県に対する要望事項については昨年10月30日に開催されました石川県町村議会議長会臨時総会において採択され、これが実現方を県当局に要望しておりましたところ、お手元に配布のとおり回答がありましたので議員閣議にご確認願います。次に昨年の12月定例会議において決議しました議員派遣については宮下為幸議員が2月3日に議員研修を終えられましたので報告します。次に地方自治法第121条の規定による本会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表としてお手元に配布しましたのでご了承願います。これで諸般の報告を終わります。これより本日の会議を開きます。なお本日の会議時間はあらかじめ延長しておきます。日程第一、会議録署名員の指名を行います。本定例会議の会議録署名員は署名議員は会議規則第121条の規定により8番宮下為幸議員、10番神戸昭夫議員を指名します。日程第2、議案第38号中野戸町工場立地法地域準則条例の制定について、議案第39号中野戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、議案第40号中野戸町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第41号中野戸町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第42号中野戸町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第43号中野戸町税条例の一部を改正する条例について、議案第44号中野戸町一人親家庭等医療費給付に関する条例の一部を改正する条例について、議案第45号中野戸町企業誘致条例の一部を改正する条例について、議案第46号中野戸町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、議案第47号中野戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、議案第48号町道路線の廃止について、議案第49号第2次中野戸町総合計画について、議案第50号
平成28年度中能登町一般会計補正予算議案第51号、平成28年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算議案第52号、平成28年度中能登町介護保険特別会計補正予算議案第53号、平成28年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算議案第54号、平成28年度中能登町下水道事業特別会計補正予算議案第55号、平成28年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算議案第56号、平成28年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算議案第57号、平成29年度中能登町一般会計予算議案第58号、平成29年度中能登町後期高齢者医療特別会計予算議案第59号、平成29年度中能登町介護保険特別会計予算議案第60号、平成29年度中能登町国民健康保険特別会計予算議案第61号、平成29年度中能登町下水道事業特別会計予算議案第62号、平成29年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計予算議案第63号、平成29年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計予算議案第64号、平成29年度中能登町水道事業会計予算請願第8号、北朝鮮による核・ミサイル問題及び日本人拉致問題の早期解決を求める請願書請願第9号、精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める請願書請願第10号、地域の実情に応じて運用できる民泊の法制化を求める請願書以上の議案27件及び請願3件を一括して議題とします。町長からの提案理由の説明を求めます。杉本町長、おはようございます。提案理由の説明を行います。本日ここに平成28年度中能登町議会3月定例会議の開会にあたり町の近況について申し述べるとともに提案いたしました各議案についてご説明をいたします。まずはじめに映画ママごはんまだの上映について申し上げます。町政施行10周年記念事業として町観光大使の人と大さんのエッセイを原作とした映画ママごはんまだが完成し2月4日に石川県内で全国に先駆けて先行上映されました。上映初日には私も各種イベントに参加をし完成をお祝いをしたところであります。料理を通した母の愛、家族の絆を描いた心温まる作品となっており、人と家のルーツであります中能登町でもロケが行われておりますので
町民の皆様もぜひ映画館へ足を運びご覧いただきたいと思います。この映画を通じて中能登町の魅力が全国に発信され、さらに交流人口が拡大することを期待をしております。次に中能登町総合計画について申し上げます。総合計画につきましては、合併時に策定した第一次計画の期間が終了し、今回平成37年度までの10年間を期間とし、第二次計画を策定するものであります。課長会議による策定委員会で骨子案を作成し、各種団体の代表者による審議会に諮り、議員の皆様からもご意見をいただきました。また町ホームページで広くパブリックコメントを募集した上で策定したものであります。計画の理念につきましては、基本的に第一次計画を踏襲し、人口減少社会に的確に対応して人口の減少に歯止めをかけるために平成28年3月に策定をしました。中能登町町人仕事創生総合戦略および中能登町人口ビジョンとの連携を図りながら、ふるさと触れ合い心を育む中能登町を基本理念として、今後も引き続き住んでいこうと思える町づくり事業を推進していく所存でありますので、ご理解とご協力をお願いをいたします。それでは本定例会議に提案いたしました議案の主な内容について順次説明をいたします。最初に議案第38号中能登町工場立地法地域迅速条例の制定についてであります。この条例は工場立地にかかる環境施設面積率および緑地面積率を地域の実情を勘案し緩和するものであります。次に議案第39号中能登町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は番号法の一部改正により引用条文の条ずれを改正するものであります。次に議案第40号中能登町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は条例法の一部改正により職員の育児支援および介護支援に係る規定の改正を行うものであります。次に議案第41号中能登町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は条例法の一部改正により非常勤職員の育児支援および介護支援に係る規定の改正を行うものであります。次に議案第42号中能登町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は人事院勧告に基づき扶養手当について配偶者に対する手当を引き下げ、子どもに対する手当を引き上げるなどの改正を行うものであります。次に議案第43号中能登町税条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は地方税法等の一部改正に伴い個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の2年間延長など所要の改正を行うものであります。次に議案第44号中能登町一人親家庭等医療費給付に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は児童福祉法等の一部改正により引用条文の条ずれを改正するものであります。次に議案第45号中能登町企業誘致条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は企業誘致
助成金の交付上限額の引き上げなどの改正を行うものであります。次に議案第46号、中野泊市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は省令等の一部改正に伴い地域密着型通所介護に関する規定を定めるなど主要の改正を行うものであります。次に議案第47号、中野泊町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は省令等の一部改正に伴い介護予防認知症対応型通所介護において運営推進会議の開催を義務づける規定を設けるものであります。次に議案第48号、町道路線の廃止についてであります。今回瀬戸内内の町道1路線を廃止するものであります。次に議案第49号、第2次中野泊町総合計画についてであります。第2次中野泊町総合計画を定めたいので中野泊町議会基本条例第13条の規定により議会の議決を求めるものであります。次に議案第50号から議案第56号までの平成28年度補正予算に関する議案についてご説明いたします。最初に議案第50号、平成28年度中野泊町一般会計補正予算につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2949万4000円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110億8259万4000円とするものであります。また第2条地方債補正につきましては小学校改修事業債について必要額を計上するものであります。補正予算の主なものは歳入では国補正による学校施設環境改善交付金2531万3000円およびその事業にかかる小学校改修事業債1億6000万円を増額し財源調整のための財政調整基金繰入り金1億4122万1000円を減額するものであります。次に歳出の主なものは小学校管理費で鳥屋小学校及び六星小学校の外壁等の改修関係費1億9358万円を増額し各事業にわたり決算見込みによる減額を行うものであります。次に議案第51号、平成28年度中野泊町後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては後期高齢者医療広域連合納付金の増額により歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ780万2000円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2365万2000円とするものであります。次に議案第52号、平成28年度中野泊町介護保険特別会計補正予算につきましては介護給付費等の決算見込みにより歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6797万円を減額し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億6842万3000円とするものであります。
次に議案第53号平成28年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算につきましては、療養給付費等の決算見込み時により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ405万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ236,763万6,000円とするものであります。次に議案第54号平成28年度中能登町下水道事業特別会計補正予算につきましては、事業実績見込みにより、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,153万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,699,000,500円とするものであります。次に、第55号平成28年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算につきましては、土地売払収入を増額するとともに、一般会計への繰出資金を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,358,900,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,609,000,000円とするものであります。次に議案第56号平成28年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算につきましては、決算見込みにより歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ648,400,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,673,600,000円とするものであります。次に平成29年度当初予算の主な施策についてご説明をいたします。本来、当初予算案は年間を通した町政の運営方針を明らかにすべきものでありますが、町長としての任期満了を間近に控え、町政の政策的な方向づけや諸課題等への新たな対応策については、改めて町民の負託に委ねるという基本姿勢のもとに、経常的な経費や継続事業、国、県の採択を受けた補助事業等について編成をいたしました。それでは議案57号から64号までの新年度当初予算についてご説明をいたします。最初に議案第57号平成29年度中能登町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億6,622万円とするものであります。第2行地方債では、各事業費の地方債限度額を総額で6億2,410万円とするものであります。平成29年度の主な事業としまして、継続事業では土木費では社会資本整備総合交付金事業、地方創生道整備推進交付金事業で、町道路網整備計画に基づき、安全で安心な利便性の高い道路整備を進めます。また、農業費では土地改良事業等でより効率的に安定した農業構造の確立を目指して、引き続き補助整備を推進します。また、情報発信事業として、より利用しやすく、魅力的なホームページを提供するために、町オープンページのリニューアルにかかる費用を計上いたしました。また、子育て支援策、人口減少対策としまして、18歳以下の医療費助成について、医療機関での窓口負担を必要としない現物給付を導入することとしました。また、インフルエンザ予防接種の費用助成の拡大を図る予算を計上いたしました。
また妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を提供するために子育て世代包括支援センターの整備を進め、取り掛かりとして産後ケア事業を実施をします。また地域包括活性化事業では町内で事業を起こす方への創業支援補助 UIJ 担をする方を応援するための商品券の支給など、働く世代の定住を促進し、安心して子どもを産み育てられる子育て環境の充実を図るための失礼しました予算を計上しました。また学校教育では通学費の無料化や英語教育を充実させるための外国語指導助手の増員および学校図書館司書を増員し、小中学校でそれぞれ1校1名配置としました。次に議案第58号平成29年度中野戸町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、後期高齢者医療広域連合給付金等の予算を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1869万2000円とするものであります。次に議案第59号平成29年度中野戸町介護保険特別会計予算につきましては、第7期介護保険事業計画策定にかかる費用や高齢者の在宅生活を支える多様な生活支援サービスの提供体制の充実を図るための経費等を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億1490万円とするものであります。次に議案第60号平成29年度中野戸町国民健康保険特別会計予算につきましては、一般及び退職非保険者にかかる保険給付費や後期高齢者支援金並びに保険財政共同安定化事業拠出金等を計上するとともに、人間ドック受診費用の軽減対策等を織り込み、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億7437万円とするものであります。次に議案第61号平成29年度中野戸町下水道事業特別会計予算につきましては、バイオマスメタン発酵施設の維持管理性能評価にかかる経費を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億4023万8000円とするものであります。次に議案第62号平成29年度中野戸町分譲宅地造成事業特別会計予算につきましては、ニュータウン吉川の分譲宅地販売にかかる予算を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2513万4000円とするものであります。次に議案第63号平成29年度中野戸町ケーブルテレビ事業特別会計予算につきましては、町ケーブルテレビの加入促進を図り、放送サービスの運営費や音声告知端末サービスの管理にかかる予算を計上し、歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2857万2000円とするものであります。次に議案第64号平成29年度中野戸町水道事業会計予算につきましては、収益的収入を4億4312万4000円、収益的支出を4億4311万1000円とし、資本的収入を3億8062万4000円とし、資本的支出を5億2235万円とするものであります。
主な事業として老朽管更新事業や消火栓新設改良工事を行うものであります。以上、本日提出いたしました議案各件につきその対応をご説明申し上げましたが、議員閣議におかれましては慎重なるご審議をいただき、適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。